はい、皆さんこんにちは。ピノです。タカです。エキボです。ハッピーイースター皆さん。何ハッピーイースターって何そうだよね。今週末はイースターです。ドイツだとイースターはなんかクリスマスみたいなイベントなので。あ、チキン食べるやつ。チキン食べる。違う。クリスマスはチキン食べるやつ。クリスマスチキン食べる。日本だとケンタッキー食べる。ちょっと違う。何イースターって何。子供の時に私が思ってたのが、うん、イースターのウサギ、イースターバニーがいて、でそのイースターバニーがカラフルの卵を隠して、で私はその卵を探さなきゃいけない。まあ日本にいるからちょっとイースターをここの家に持っていきたいなと思いました。今コロナで出れないからイースターは家でできる。じゃあ卵作りからスタート。必要なものは、まあ、もちろん卵、フードカバー、お酢、まずは卵を茹でなきゃいけない。卵が茹でる間に色を準備しなきゃいけない。3色しかないから、まずは青、黄色と赤と、その後はちょっと混ぜて緑とか紫色とかも作ろうかなと思います。お湯が必要です。ここに書いてあるのが60度以上だったらなんか色が変になっちゃうから、60度で。なんかどうやって色つけるの。これがインクみたいになってるってこと。これがインクみたいになってる。でこれをここにポタポタポタって垂らして卵を沈めると卵の殻に色がつくの、うん、そんな簡単に卵の殻に色つくのかな。どれぐらい必要か全然わからない。入れましょう。足りないね。黄色、青と赤は作れたけど、もう2色ぐらいは作りたい。青と黄色を混ぜたら緑になるはずでしょ。なってるような、なってないような。黄緑だ本当にこれで卵に色がつくのかすごい不思議、つくように思えないんだけど赤と青をやったら紫色になる。で最後に色がちゃんと卵につくようにお酢をちょっと大さじ1杯ぐらい入れなきゃいけない。はい、卵出来上がりかな。何も見えないね。卵を出す。1個が割れちゃった。1個ずつを入れる。15分待ち。はい、15分経ちました。結果を見ましょう。ブベー、全然色ついてねえやん全然色ついてないやん。これちょっとだけ色がついて、ほんのちょっとオレンジ。へえ。白。おお、ちょっとこれ赤。どういうこと。いや全然あれ日本の色がダメだね。全然色つかない。日本のせいにする。もう一回15分待ちます。色つかないんじゃない。でそれまでつかなかったら諦める。かな。もう一回15分待ったけどついてません。なのでついてません。諦め。はい、というわけで色がちょっとついたのでちょっと失敗した。本当にイースターな感じではないけど、はい、というわけで卵をどっかに隠すんでね。そう、はい、とりあえずだから俺が今から隠します。だからレナは一旦どこ
寝るところ。だからとりあえず今から1分測って、その間に隠すから。で、なんか大音量で音楽流してみて。はい。はい、1分。スタート。だから音楽流してって。あと何分？終わった。え、終わり？終わり。あ、じゃああと3、いや、あと1分だけちょうだい。今ちょうど4個隠した。あと1分だけ。おい。やばい、時間ない。やばい、こういうのバレる。やばい。濡れてるとバレる。あと1個。終わったよ。終わりましたよ。終わりましたよ。さっき俺が2分半で卵を8個隠しました。正直もうどこに隠したか覚えてません。見つからないと臭くなるよ。なので、倍の5分。5分間で何個探せるか。スタート。はい。ちなみになんかあれだよ。そんなね、難しいところに、なんか奥まったところには探して。あったー。見つけられた。一個、あそこに入れていけば、あの、まだ今一個でーす。どこだろうね。もう本当にシンプルに隠してるだけだから、なんかすごい引き出しの中の奥の奥とかはないから安心して。うん、他のはまだ全然出てない。キッチンにラップ入ってない。今まだ1個です。そんなところには隠しません。はい、1分経過。残り4分。下手だね。あ、見つけられた。2個、2個目ゲット。ゴミ箱の中はない。はい、残り3分。あと押し入れの中もない。下手だね。カバンの中もないよ。そんなところには隠しません。汚いんで。2個しかないんですけど。半分経過。2分半。残り2分半。レナが見えないところにあるんで隠してない。どういうこと？この家そんなに大きくないよ。ちなみにキッチンにもうちょっとあります。残り2分です。残り2分です。もう無理だろ。キッチンの中にもっといっぱいあるよ。キッチンの中にいっぱいあるよ。あ、見つけた。3個目ゲット。まだキッチンの中にある。あと2個ある。
2個かな3個かな覚えてないけど、おい覚えといて。冷蔵庫の中、冷蔵庫の中には入れてない。まだ2個あるよ、キッチンの中に。少なくとも俺が覚えてる範囲で2個ある。残り1分半。お、見つけられた。くそ、あと1個あるよ、キッチンには。無理だよ、まあ、開ける。見つけられた。なんで残り、アプライアンスの中にしか隠さないの。残り1分、残り1分。今何個ある？あと3個。俺どこ隠したっけ？高い色。残り3個。こんな狭い家なんだから見つかるはずでしょ。あ、やばい、見つけられた。バカの頭の働き方分かったかも。残り30秒。あと2個、あと2個かな。ちなみにもうこっからこの今カメラに映ってる範囲にあります。お尻を取るな。そっちにはもうない。10 9 8 7 6 5 4 3、終わりました。6個しか見つけてない。8個中6個見つけました。俺は1個は覚えてんだけど。持ってね。1個は1個覚えてるのがちょっとここにあります。いや、やっぱりそうか。ここの間にあります。ここに入れてないよね。やめてそれ。やだ、卵1個。やだ、はい、やだ。あ、臭くなるよ。ああ、そういうこと。見て。すごい、可愛い卵だ。シャワーの中ということで、8個中、レナは6個見つけました。めっちゃいいでしょ、めっちゃいいでしょ、めっちゃいいでしょ。これ皆さんやってみてください。家族でやるとかね、子供と一緒に。だからお父さんが隠してあげて子供が晒すとか。ちょうどね、今コロナで家から出れないけど卵があればできる遊び。イースターのお祭り。そうだね、別に卵がなくてもチョコを隠したら。あ、なんでもいいよね。これはドイツのイースターでした。このビデオは終わりにするので、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、もし面白かったと思ったらいいねボタンお願いします。というわけで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。